Sicito coto sereno minaniotte. Amen. Suis Christo nome gumi camino ai sereno magiwaria minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang senaru sagio kuna umaini. Watastasi no tsumi yo mitome. Yurusio negaimasio. Zenno no kamito. Kyodai simai no minasang ni kokuaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotare niyotte, tabitabi tsumi o okasimashita. Seibu Maria, subete no tensu to seijin. Soste, kyoudai shimai no minasan. Tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zenno no kami, tsukushimi fukai tsuchi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu yoni. Amen. すべての人の救いを望まれる神よ、あなたは福音宣教のために聖マルコを選び、救いの訪れを書き記す恵みをお与えになりました。聖人の祝日を祝う私たちが福音の光に照らされて、キリストに忠実に従うことができますように。主、キリストは、聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、生きて治めておられます。ゆゆとこしえに。アーメン。
使徒ペトロの手紙。愛する皆さん、皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。私は忠実な兄弟と認めているシルアノによって、あなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と、私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。神の御言葉。Alleluia, Alleluia, Alleluia. 十字
架につけられたキリストを私は告げ知らせる。キリストは神の力、神の知恵。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、マルコによる福音、主に栄光。その時イエスは11人の弟子に現れて言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけていて、至るところで宣教をした。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。イエスは彼らが見ているうちに天に上げられた。この聖マルコ福音記者の祝日にあたり、私たちの教会の福音宣教を広がっていて、世界中でいろんな宣教師も福音を伝えることができて感謝しながら、今日のミサで聖マルコ福音記者取り付けによって、その聖霊の導きと照らしをすべての現場、すべての福音宣教をしている人々のために恵みと充実を与えられますように、このミサを願いますよ。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りましょう。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。慈しみ深い父よ、聖マルコの祝日に、賛美の生贄に捧げて祈ります。教会がいつも福音宣教の使命を果たしていくことができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、
心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによっていつもあなたを称え、心から感謝を捧げます。あなたは人たちを礎として、教会を建て、教会はすべてのために福音を告げ、救いの恵みを表す使命を受けています。あなたの偉大な技を称え、すべての天使と共に声を合わせ、感謝の讃歌を歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスを聖樹に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる、新しい永遠の契約の地位である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。リストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。教皇フランシスコ、私たちの死期を、トマサクイナスマイダマギオと、ウサスキオ、パウロサカイトシイロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる、
私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、よいよとこしえに。アーメン。主の庭がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。全能の神を主の食卓で養われた私たちの信仰を強めてください。キリストの福音を信じ、
身胸にかなうものとなることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きましょう。主の庭のうちに。神に感謝。